クフルの DIY。 チャキーン、皆さんこんにちは、アヤクフルです。今日はこちら、じゃーん、このような観覧車を作っていきたいと思います。作り方はとても簡単です。では早速作っていきましょう。 GO！ 準備するものはこちら。まず画用紙ですが、これは何でもいいんですけど、ダイソーの色画用紙を今回は使っていきます。あと道具類ですが、定規、デザインナイフ、コンパスと、なくても大丈夫ですが、これがダイソーのサークルカッターです。あると便利です。両面テープ、ペン、ハサミ、カッティングマット、作品はこちらに貼っていきます。ダイソーで買ったスクラップブックです。では早速作っていきます。画用紙はお好みですが3枚ぐらい準備します。土台の色と観覧車のベースの色と観覧車のゴンドラの色を準備します。観覧車の丸ですね、丸を切り抜いていきます。直径10センチの円を切ります。でこれすごい便利なのが、ここにメモリがあって、こう10のとこで合わせます。合わせてからこのようにして切ると、このように綺麗な丸が切り抜けます。そしたら次、土台ですが、土台は結構適当で大丈夫です。今回は横が8センチ、高さが10センチぐらいにします。こんな感じの台形を作ってハサミでカットしていきます。次にこの土台の方の紙の上の方に直径1センチの丸を開けます。なんか綺麗な丸が描けました、やった。でこれをハサミでカットしてます。こんな感じで丸が開けられたら、 2.5 センチから3センチぐらいの丸を作って、この穴の大きさを合わせて印をつけます。そしたらこういう感じで4箇所切り目を入れます。切り込みが入ったら横を少し折り曲げて、この左右ですね、左右少し折り曲げて前に倒します。こんな形のものができるんですけど、そしたらそれをこの穴に差し込みます。ピッ、で差し込めたら今折ったのを広げます。そうするとこれを軸に観覧車が回る仕組みができます。ピンとカメラの調子がすいません、なんか良くない。そしたら今度はこの本体の方に切り込みを入れていきます。最初に印があるとやりやすいかなと思います。この中心部分はこのつけるところがあるので外します。だいたいこれぐらいは、あ、雑、これぐらいは外して、残りはお好みでカットしていきます。はい、観覧車の本体のフレーム部分がカットできました。そしたら今度はこの周りにつけるゴンドラをカットします。今回はちょっとたくさんだったので、カーラクラフトというところの穴あげパンチを使いました。これが直径 2.5 センチですが、お好みのサイズで大丈夫です。最終的にこれがこうわーっとつくようになります。両面テープでつけようと思ったんですけど、ちょっとやりにくいのでセロハンテープに変えます。こんな風につけていきます。表から見ると響かないようにしてください。はい、全部貼れました。途中でマスキングテープの方が見やすかったのでマスキングテープに変えましたが、何でもくっつくものなら大丈夫です。これを表に返すとこんな風になります。そしたらこの真ん中のさっき入れたこの本体のところですね、同じ色にやっちゃったんで分かりにくいんですけど、この飛び出てるところ、ここに両面テープを貼ります。こんな感じで両面テープを貼ってもここが回るかどうか確認しておきます。そしたらこれを貼り付けます。だいたい中心が合うように貼り付けます。これで簡単かわいくすぐできるくるくる回る観覧車の完成です。わー、みんなで作ってみて、できたの脳みそシワシワを味わおう。スクラップブックにこのように貼っていきます。そしたらこう回せます。今日は仕掛けアルバム第1弾として観覧車作ってみました。いかがだったでしょうか。
こんな感じで他にも仕掛け系をちょっとこれからやっていきたいなと思いますので、リクエストございましたらぜひぜひコメント欄によろしくお願いします。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント欄にコメントリクエストお待ちしております。このような DIY 動画をどんどん出してますので、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。アイクフルでした。バイバーイ。